雰囲気はそれっぽいわね。いつも思うんだけどさ、ボスって大体ダンジョンの一番奥にいるでしょ。でも一番奥ってジメジメしててあちこちカビが生えそうだよね。私がボスだったらもっと風通しのいいとこに住むな。またそういう身も蓋もないことを。でしたら赤い塔の上などはどうです。あ、それいいね。冬は寒そうね。ああ、それがあったか。みんな余裕だな。こういう展開に慣れすぎてすっかり緊張感なくなってるわね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。今後も応援していただければ嬉しいです。それではまた。見つけた！ジメジメの土間！カビルルル！どっちも違うわよ！わらわらのドゥガでしょ？に至ってはもう原型が残ってないじゃない。ここまで乗り込んでくるとは。そうか、貴様らが救世主だな。私たちのことを知っている。さすが敵のボスだけあって耳が早いわ。ノアール。ええ、油断できない相手ね。この人、見た目の割にシリアス系だよ。そっち！私の邪魔をするとはいい度胸だ。だが残念だったな。この国はもう私のものだ。それはどうかな。うん、私たちがそんなことさせない。威勢がいいのは結構だが、運営はこの国では神に等しい。その証拠に有料会員サービスにしなければまともに動画を楽しめんようにしてやったわ。案の定、広告がどうとか通信速度がどうとか愚かな連中が騒ぎ出しておる。これでこの国のコンテンツも終わりだ。全てはオワコンとなる運命なのだ。ひどい。そんな風に人々の楽しみを取り上げて一体何になるというのです。ならば逆に問おう。なぜ私が他人の楽しみに協力せねばならぬ。見ろこの静寂を。雑多で多すぎる情報も耳障りな笑い声もない。これこそが私が求める世界だ。なんか分かっちゃったかも。だね。盛り上がってるところにわざわざやってきて、それのどこが面白いの？とか言っちゃう人。自分の好きじゃないものは全部悪いものだって決めつけて邪魔しに来るやつ。そういうの超かっこ悪い。さすがの私も堪忍袋の方が切れちゃったよ。私も行くよ。みんなネップネップにしてやんよ。
ないでもらおう。バトルスタート。絶対撃ち、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 確認してみる。視聴者は100人とちょっとね。少ないね。みんな私たちに興味ないのかな。最初はこんなものよ。私たちもそうだったから。世界を救うには程遠いですわね。でもここでやめるわけにはいかない。だね。これからもっと頑張ろう。コメントはゼロ。あ、1になった。あ、このコメント、さっきちゃんと見ててくれたんだ。一人でも見てくれる人が増え続ける限り諦めるわけにはいかないわね。主人公の私がいるんだから、すぐに再生数なんて稼げるって。ひとまずフェアさんのところに戻りましょう。うん、私たちが勝ったこと知らせてあげないとね。おかえりなさい皆様。くぞネオチューブの侵略者を撃退してくれました。さすがは救世主様です。いやあ、それほどでも。なんか意外だね。何がですか？いや、こっちのフェアは真面目だから素直に褒めてくれるなんて。私だって褒めるときは褒めますよ。特に今回は皆様大活躍でしたから、ねぎらいの言葉かけ足りないくらいですよ。でも肝心の配信がうまくいかなくてね。まだまだ見てくれる人の数が少ないんですの。最初はそういうものでしょう。仕方ありませんよ。それに皆様の協力で国の壊滅の危機は免れました。それだけでも十分に立派な活躍ですよ。そっか、私たちがいなかったらこの国だけじゃなくて惑星が壊滅しちゃうのか。あ
改めて考えるとものすごく責任重大なんじゃない？みんなでアイドル頑張れば大丈夫だよ。皆様疲れたでしょう。ひとまず今はお休みになってください。そうさせてもらうわ。確かに疲れたわね。お風呂に入りたいですわ。ペットとゲームとジュースとポテチ希望。ごめんなさい、後ろ3つはありません。バカやってないで行くわよ、ネプチューヌ。私に娯楽を、娯楽を。すごいじゃないか、あの救世主たち。この惑星の女神がわざわざ呼んだだけのことはある。すごい力を持ってるね。だからまあこの先も犠牲は伴うだろうけど、この惑星のあれも素晴らしいものに違いないね。見ているだけのやつがよく言う。こっちはドゥガ、そうだね、とっても残念。自分と軽く言ってくれるな。私を恨むのはお門違いじゃないかい。確かに作戦を立てたのは私だが、それを命じたのも実行したのも君だ。今さら仲間がやられることを悔やむのは自業自得というものだぞ。我が惑星のために散ったことを誇りに思って言ったに違いない。いつまでもそんなのにかまってどうするんだよ。この状況の中で静かに黙りこくっている、その態度が気に入らん。恐ろしい。暴力はいけないよ。それくらいにしたらどうだい？そうだよ、これくらいにしておこう。こういったものは一度に楽しむものではないから。VVVTune。